はようございます、チロチロです。本日は、前回も、KF96、24時間ベタ付けの動画の方、何本かアップさせてもらったんですけど、今回はちょうど今8月今日は15日のお盆で、台風10号が、四国の方に、高知県の方に上陸してますんで、今現在、13時、なんで1時過ぎなんですけど、だんだん雨が強くなって、暴風域にも和歌山の方も入ってますんで、今日はちょうど、たくさん雨降ると思ってたんで、走行テスト、フロントガラスにKF96、シリコンを塗ったらどんな感じになるのかっていうので、動画の方で、撮っています。だいぶ前に、同様の内容の、動画の方アップはしてるんですけど、カメラの機能が、前よりかなり良くなってますんで、前は GoPro4 っていう、ちょっと古めの、動画、カメラの方で撮ってたんですけど、もう今 GoPro7 の方がで撮影してるんで、ちょっと画質が良くなるかなと思って撮り直しっていう形で、今動画の方、撮ってます。KF96、シリコンを、フロントガラスの方に撮ると、塗布するとこんな感じになりますよっていう紹介動画になります。現在、台風10号が、今高知県に、ぐらいにのところで、停滞というか上陸して、ノロノロと上がっているみたいなんですけど、ちょうど今の仕事終わって帰りやったんで、雨降ってきてますんで、ちょっと撥水の、テストっていうかを兼ねて今撮影しています。雨は今、降ったり止んだりなんですけど、時折かなり降ってきたり、暴風域にも入ってますんで、風の方が結構強いですね。で、今、フロントガラスに、この前の、KF96、シリコーンの方をベタ付けして、もう2週間、今日で3週間経ってますんで、どんなぐらい、フロントガラスの方が撥水してるのかっていうので、検証で、動画の方を撮影しています。今はの、ワイパーを、起動せずに、走行しています。現在速度が45キロで走行してますけど、かなりやっぱり撥水してますね。もうガラコいらない感じで、撥水しています。フロントガラスもボディ同様定着してますんで、結構撥水の方してますね。全然ワイパーなしで、走っても問題なく、見えてますし、風で吹っ飛んでいく感じですね、水玉が。こんな感じで、今走行テストで、実際のところ、フロントガラスとか、僕の場合はフロントガラス、サイド、リアともに、KF96、シリコーンの方を塗布して、定着もしてますんで、今までずっとこの感じでガラコなしで、走行の方していますけど、ガラコより効きがいいっていうか、だいたいね、速度60キロぐらい出したら、だんだん水が、はけていってくれますんで、かなり視界性はいいですね。今まだちょっと止んできたりしたりしてるんですけど、ずっと今ワイパーなしでやってるんですけど、今日は今ちょうど、お昼の、1時15分なんですけど、予報ではもう結構な雨降ってくるっていう予報やったんですけど、今ちょっと雨の方は止んだり、本当に、降っ
たりって感じで、まあ、暴風域に入ってる割には、そんなに風もまあ時折風は強いですけどそんなに吹いてない感じですね。まあやはり台風の方が、まあ通過していくっていう状況なんで、やはり、屋外に出ている方は少なく、まあ、そうですね、車の台数もまあお昼の時間帯にしては少ないですよね。まあ今はもう全くワイパー起動せず走行してますけれど、ちょっと思ってた以上に雨が今降らないんで、ちょっとどうしようかなと思ってるんですけど、まあ全然撥水してますね。こんな感じで、全然まあこれぐらいの雨やったら本当にワイパーなしでもいけますね。あ、また結構降ってきましたね今。まあ予報ではもうずっと1時間あたり10ミリぐらいは降る予報になってるんで、でまあ夜、そうだ、夕方にかけてまあ1時間あたり20ミリ30ミリぐらいの雨量が降るっていう予報で、まあ和歌山南部の方もまあだいたい1日で800ミリぐらい降るって言われてるんですけど、今のところなんか降ってないですね。ちょっとずれてるんか台風の速度が落ちてるんか何なんかよくわかんないですけど、まあ暴風域には入ってますんで、やはり風の方は強いですね。あ、まだ今行きましたね。結構やっぱ降ってくれると分かりやすいんですけど、かなり撥水してくれますね。こんな感じでやっぱり KF96 の効果は、シリコーンの効果は絶大ですね。撥水しまくってますね今。ちょうど60キロ、まあ58キロぐらいで走行してますけど、まあスムーズに、水たまりなんて、後ろの方へ流れていってくれるんで、もう全然ガラコと同様の効果を発揮してますね。まあだいぶ吹いてますね。まあ場所によるんですかね、雨の感じは。ですんで、まあシリコーンの方をガラスに塗布すると、まあ、こういう感じになりますよって感じで、動画の方をお送りしています。まあ台風が、10号になるんですけども、ずっとね、6号、8号、9号、10号っていう感じで立て続けに来てたんで、まあ、波乗りの方が結構忙しくって、まあ、今回の、台風10号の方はもう今日上陸したんが、15日なんですけども、1週間ぐらい前から、もう、和歌山の海の方はもう大しけの状態で、なかなか海入れる機会なかったんですけど、まあ、通過したら明日ぐらいはもしかしたら入れるかなってちょっと期待してるんですけど、まあ綺麗に今撥水してますね。ずっとワイパーなしで走行してますけど、全然走行できますし、本当にガラコとか他の、ね、いろんな商品出てるかなと思うんですけど、もうガラスに一回、シリコンが定着してしまえば綺麗に撥水して流れてくれますんで、でまあ走行、まあそうですね、今60キロで走行してますけど、60キロでしたら全然水はけかけていってくれますんで、まあ参考にシリコンの方、またガラスの方に塗布しようか迷っている方はこれを参考にしてもらったらどうかなと思います。まあガラコとかと、大きく違うのは、まあもちろん撥水はしてくれるんですけど、内にも外にも、シリコンを塗布してあげるとかなり視界が良くなりますね。まあ曇らないかというとやっぱり多少は曇りますけど、まあそんなに気にならないですね。はい、そんなに今まで曇って難儀したっていうことはないんですけど、今ちょうど80キロぐらいで走行するともうこんな感じでガン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 水弾いて、後ろにはけていってくれるんで、ちょうどやっぱ80キロで走行するとかなりはけていってくれますね。まあ風も強
いにより履けていってくれるんですけど、まあこんな感じでうまいことあの動画の方撮れてたらいいんですけどね、あのこんな感じであの綺麗に履けていってくれます。まああのガラスの方はまあ村になるなったっていうあの方もおられたんですけど、僕最初からガラスと、シリコンってかなりあの相性いいんでムラになることはないんですけど、まあなんかウロコついてたりするとあのムラになるんかもしれないですけど、あのシリコンをガラスに塗布してあげるとほとんど僕ムラあのなんですかね、あの、ウロコですかね、あのウロコになったことないんで。全然わからないんですけど、まあまあずっと綺麗な状態をガラスは保てますけどね、あのガラスとやっぱりあのシリコンはかなり相性がいいんで、あのガラスにはおすすめですね。でまあムラにもならないんですけど、おそらくあのベースのガラスが汚れているとあのなりやすいかもしれないですけどね。一回ちょっとワイパーを動かしてみましょう。あのかなりあのフロントガラスや、まあ、リア、サイドのガラスにはあのガラスと、シリコーンとの相性はかなりいいんで、あのおすすめします。まあ、あのとりあえずあのこんな感じで、雨降った時に、まあ、あの一度動画の方を撮って、まあ、前回も上げたんですけど、前回はちょっと古い方の GoPro で、撮影してたんで、まあ今 GoPro7 の、方になったんで、まあ改めて撮り直してるんですけど、まあで台風っていうことやったんで、僕はもうちょっと大雨降る、想定やったんですけど、まあこれでも十分あの動画の方で伝わるかなと思いますんで、今回は、まあ KF96 を、走行テストという形で、今回、動画の方を作成して、お送りしました。はい、これで、今日の、車日記の方終わりますので、また皆さん、高評価、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。あと、最後までご視聴くださってありがとうございました。それでは、今日の、車日記の方終わります。ありがとうございました。台風10号の影響で、川は、東京にあるウェーブプールみたいになってますね。かなりのやっぱ勢いで、山から水が、押し寄せて、まあ、ここの家の裏の川なんですけど結構な水量になってますね。まあ、ほんまウェーブプールみたいになってますね。まあ、台風10号の影響で今こんな感じになってます。